はい、こんにちは、グリードです。少し前にインスタグラムの方で質問を募集したので、本当何年ぶりかわからない質問コーナーを撮ろうと思います。まあ僕 e スポーツあとゲーム配信者っていうね人生を選んでもう27歳なんですけど、プロゲーマーとか e スポーツ系の質問が多いんじゃないかなと思うんですけど、初心者におすすめの筋トレはありますか？これね、いろいろ言われてますけど、僕はやっぱりビッグスリー、ベンチプレス、デッドリフト、スクワットのフリーウェイトから入る方がいいと思います。まあね、この3つはコンパウンド種目、いわゆる多関節種目って言って、まあ同時にいろんな筋肉を使えるから非常に効果的なんだけど、まあいかんせん、こう、かなりフォームが難しくて、あと怪我のリスクもあるから、まあ最初やめた方がいいんじゃないっていう意見もね、多々あるんだけど、やっぱりこのビッグスリーによって鍛えられるこの体幹、体の使い方っていうのは後々すごい大事になってくるから、早めに習得したいんですよね。で、初心者のうちって本当に重いもの持てないからね、ベンチプレスだったら本当20キロでも辛い人ってめっちゃいると思うんですよ。なので重量が低いから怪我のリスクがかなり低いと思うんだよね。だから早めに僕はやった方がいいと思います。背中のローイング系の種目何やってますか？今は、ベントオーバーローとプーリーローと、まあ、ローイング系はそれだけかな。で、結局同じ種目をずっとやることはなくて、まあ3ヶ月4ヶ月でこう変えたりとかで、効きが悪くなってきたなとか、重量がちょっと止まり始めたなみたいな、マンネリ化したら種目を変えたりしてますね。あ、やっぱり来ましたね、おすすめのプロテイン。おすすめのプロテイン、まあ僕はずっとゴールドスタンダードの、ダブルリッチ飲んでます。で、僕ね、多分その乳糖があんまり強くないタイプなんで、日本人ほとんど消化できないんですよね、その牛乳とか乳製品で。人によって度合いがあるんだけど、僕はね、あんまり牛乳ガブガブ飲むとお腹が緩くなっちゃうんだよね。だからいわゆる WPC みたいなプロテインはちょっとお腹壊し気味だから、 WPI で、で人工甘味料がね少なめのゴールドスタンダードのダブルリッチが僕かなり好きです。まあちょっと今高くなってるんですけどね、その原材料とか円安のせいで。筋トレと食事どっちが大事ですか？まあこれはね、いろいろ言われてますけど、まあどっちも大事だとは思います。まあでもどっちかといえば、まあ圧倒的にそのワークアウト、筋トレの部分だと思います。やっぱり正しいフォーム、対象筋が正しく使えてない状態でいっぱい食っても、まあただにデブになるだけなので、トッププロ以外のトレーニーはまあね、僕も含めすごくやっぱりワークアウトの方が重要だと思います。基本的に筋トレって体へのね、あの防衛反応、体にこう重さを与えて敵が来た、この体じゃ耐えられないっていう、そういう仕組みを利用して大きくしてるんで、まず第一として体にそれだけの負荷を与えてないといけないですよね。筋トレをやってますが、モチベーションがなくて続きません。モチベーションを保つ方法は何ですか？まあこれね、モチベーションの話ね、ゲームしてる時でも今までずっと質問があったんだけど、基本的に僕はそのまあプロゲーマーとして活動してきて、まあそのゲームと筋トレ、あと好きで筋トレやってるんだけど、そう、好きでやってるんですよ、どっちも。ただただ自分が好きなことをしてるから、モチベーションを保つとかがないんですよね、そもそも。で、僕が経験してきた中で、そのモチベーションがないってことは、つまり好きじゃないじゃないですか、その物事。だから僕はやっぱその好きじゃない、モチベーションがないものは続かなかったっすね。うん、なんか半年空いちゃったりとか、まあそういうことがあって。でもモチベーションがなくても、好きじゃなくてもやらなきゃいけないこと、まあ仕事だったりとかね、あとダイエットしてこういう体になりたいとか、そういうのはもう嫌がなんでもやるしかとにかくないですよね。嫌でもやるしかないんですよ。もうで、まああとはなんかそのモチベーションがわからない物事を好きになる努力をするとかですね。まあでもなかなか難しいと思うな、これは。筋トレをしてて楽しいと思う瞬間は何ですか？まあこれもちょっと似たような質問なのかな。まあ筋トレってこう体が変わっていくのも楽しいし、まあやってる時も楽しいんだけど、なんだろうな、こう非日常的というか、ベンチプレスとかね、スクワットとかいろいろあるけど、ワンチャン下手したら死ぬかもしれないみたいな、そういう恐怖心もあったりとか。有名な筋肉友達はいますか？友達、まあ、カネキンさんはあげていいかな。いいっすよね、カネキンさん。友達枠であげていいっすよね。あとは、その、ツイッターでフォローしてたりとか、あと、過去に僕の動画を見ててくれた、COD とかで見ててくれた人だと、エドワード加藤さんとか、寺島さんとかいるけど、ツイッターでちょっとフォローし合ってるぐらいで、友達ではないですかね。まあ、友達にはなりたいです。はい。今回集まった質問が、正直言って8割筋トレです。なんで
8割筋トレなんだけど、あれかな、インスタで募集したのもあるのかな。インスタね、基本的に僕、まあ、いわゆる実写の写真しか上げてないんですよ。写真とか動画ばっかりだからゲーム上げてないんだよね。そのせいかもしんないですけど、これ嫌いなゲームは何ですか。好きなゲームじゃなくて嫌いなゲーム、これは嫌いなゲーム、嫌いというか、まあ、苦手なゲームはいわゆる戦略ゲームみたいな。好きなゲームはアクションゲームとかシューティングゲームとか。タイトル上げたらもう COD とヘイロです、僕が好きなのは。ゲーム配信活動は引退しますか。これはですね、どうなんだろう、今のところは引退はしないと思います。ただ、まあ、この先の人生わかんないですけど、ずっとゲームをやって配信をやっていくかって言われたら、違うことやるんじゃないかなというか、普通に働いてるかもしんないし、働きながらゲーム配信もやってるかもしんないし、本当はね、まあ僕今年28、今27で今年28なんですけど、30前半まではいわゆるプロゲーマーとして競技シーンで活動はしたいなと思ってました。ただ日本では僕の好きなゲームでそういう競技シーンがないというか、活動できる場所がないので、まあ、ちょっともう無理かなとは思ってます。まあ、これで僕がアメリカまで行って、ね、活動できるような競技シーンで活躍できるような人だったらまだやってたかもしれないですけど、まあ、そこまでの実力は残念ながらないので、本当はね35とかそれぐらいまで競技シーンもうちょっと頑張りたいなとは思ってたんですけどね。プロゲーマーという道を選んで後悔したことありますか。後悔はないっすね。プロゲーマーって稼げますか。俺はね、人によります。たまにさ、一部のプロゲーマーがね、こう月収公開して、あれ意外とプロゲーマーって夢ないんだなみたいな風に話題になったりしてますけど、これは人によるし、そのゲームにもよりますよね。スポーツも一緒ですよね。スポーツだって稼げてるのは本当にトップオブザトップですよ。同じプロスポーツ選手といっても、トップの人とそうじゃない人比べたらもちろん全然ね収入は違いますし、メジャーなスポーツじゃないスポーツのプロスポーツ選手だったらやっぱりそこまでね収入なかったりしますよね。まあ、これはもうゲームもスポーツも一緒だと思います。ここはで、よく日本のプロゲーマーと海外のプロゲーマーを比べる人がいるんですけど、比べちゃダメっすよね。だって海外のプロゲーマーってまあ大体さ、英語圏でこう世界レベルで活躍できてる人だから、それとね日本だけで活躍してる人を比べても、そりゃ収入は全然違いますよ。世界レベルで活躍できて初めてまあ給料が出るかなぐらいだと思った方がいいですね。あとは本当はやっぱゲームによりますよね。フランチャイズ化されてるゲームとか、やっぱりね、そのプロリーグに入れたら固定給だったりね、賞金だったり、大会の頻度もすごく高いから、やっぱり収入は全然変わってくるし。次、ちょっと難しいの来てます。最近のゲーム業界の SNS の状況についてどう思われますか？これどういうことなんですかね。まあなんかそういうゲームの炎上があったりとか、そういうことなのかな。まあなんかちょっと僕が思うのは、そのそうだな、昔と違ってなんかみんな厳しいなというか、例えばゲームの評価とかすごくちっちゃいことなのに異常にそのゲーム運営を叩いたりだとか、なんかいいところを評価するんじゃなくて、そのちっちゃいバグとか、その、まあ、みんな辛口だなっていう風に思いましたね。これはどうなんだろう、その他の国がわからないけど、まあ有名なのがさ、チームの評価とか、日本国内だけの評価にするとそのゲーム評価が下がるみたいな。だから日本人のこのレビューはすごく辛口だみたいな風に言われてるじゃないですか。で、実際にその大手じゃない小さいゲーム会社とか、日本にゲーム出すとね、翻訳にものすごいお金、日本語っていうね翻訳にお金もかかるのに、日本に出すとレビューが下がるから日本に出したくないみたいな、だからゲームがそのおまこく販売って日本に出ないみたいな状況になったりっていうね、本当かどうかわからないですけど、そういう噂もあったりとか、まあみんなそのゲームのいいところを見失わないでほしいなとは思うかな。みんな辛口すぎるんじゃないかなちょっとって思いますね。ゲーム運営してる人も人間だし、僕ね小さい頃すごくクソゲーって言われてるガンダムのゲームをね、小さい頃、小学生の頃すごい大好きでやってたんですよ。で、大人になってそのゲームの評価見ててみたら、世間からものすごいクソゲーって言われてて、だからまあなんだろうな、純粋にゲームを楽しめる気持ちは忘れたくないなとは思いましたね。ちょっと難しくなったので簡単なやつ。ハセシンに会ってみたいなって思ったことありますか？ハセシンに会ったことはあります。1回だけあります。4年5年前とか、もっと前になるのかな、6年ぐらい前になっちゃう。ハセシンの家に行きました。で、一緒にゲームやって、
夜中になってもハセシンがずっと COD やってて僕が叩き起こされたりとか、ハセシンは基本的にリアルでもあんだけうるさいですから、ずっと喋ってますからうるさいんだけど、ハセシンってね、なんかね、あんま結構さ陽キャ感あるじゃないですか。でもね、あんま出かけたりとか基本的にしないんですよね。だから1回だけあったので、しかもあんまり向こうから来てくれないから、もうこっちから行きましたからね、ハセシンの家に。しんちゃん、そろそろ東京来ようぜ。一回も東京来てないから、そろそろ東京来ようぜ。肌綺麗ですけど、美容は何かされてますか？いや、僕もね、すごい肌汚かったんですよ。これのおかげで変わったなって思うのは、洗顔を、ダブル洗顔のクレンジングオイルに変えたことと、あと、今、化粧水とかは、ドクター C ラボのオレンジのやつ使ってる。なんかビタミン C が入ってて、これがかなり効いてるなっていうのと、あと一番効いたなって思うのは、やっぱ脱毛っすね。髭脱毛。これやって本当に肌がだいぶ改善しました。結婚は考えてますか？僕はしたいとは思ってます。僕は、リサマ愛してるっちゅ。今後世界がより良くなるためにはどうしたらいいのでしょうか？まあ、みんなが君みたいになったらいいんじゃないかな。はい、というわけで今回の質問コーナーは以上です。いや、半分以上やってるか、8割か。筋トレの質問ばっかだったんで、次回はもうちょっと違うものを、来てほしいなとは思ってます。よろしくお願いします。まあ、インスタ、またインスタの方で募集しようかな。そうですね、今年そろそろ、もう一回ハセシンに会いたい感じもありますね。ちょっとみんなで、そう、しんちゃんってさ、なんか結構ノリ軽くさ、おー、行こうか、会おうかって言うんだけど、外に出てこないんで、皆さんもちょっとコメントでハセシンを出してきてください、ちょっと。しんちゃんね、前回、しんちゃんの家行ったから、今回こっち来てよ。もう、ね、何年、6、7年になるからさ、一回ぐらい東京来ようぜって、待ってるぜ。うん、待ってます。それでは、お疲れ様でした。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。バイバイ。